これボケですね、うん、はい、大丈夫です。いいですか。はい、じゃあ抜いて、こんなに回ってんだ。あ、そうですね、もう土がなくなっちゃってますね。もうこれはやっぱ2年ぐらいで、うん、大体賞金は大体2年に1回はやった方がいいね。はい、もうこっちは水が通らないもんな。ああ、そうですね、うん、で今やってるのはピンセットの先が曲がってるやつね。はい、まっすぐと曲がってるのがあるんだけど、はい、こう曲がってるやつだと、こうあのちょっと硬くなったやつは箸よりもこの方が取りから、ちょっと曲がってる方が、うん、引っかかるからね、取りやすいんですね、うん、結構力を入れてやらないと、うん、それだけ固まっちゃってるんですね。そうね、秋ぐらいに植え替えをした方がいいのはやっぱり見物関係ですか。いや、ボケで、あとは冬の管理が大変だから、はい、春の方がいいと思うのね。ボケはほら根粒菌が春だと出やすいから、はい、秋にやった方が。それから根っこから芽が出た。ああ、そうですね、うん、この根っこが、まあ、曲がってる部分といいんだけど、曲がってないけど一応こうやって根っこから芽が出るってことね。紙やったからはっきり分かんでしょ。はい、あ、ボケはそういうふうな性質が、うん、あるからね。はい、だからこううまくやるとその一種類の場合にはね、はい、これで一つ増えるわけだ。一本ね。あれ、どうした。これか。あ、枝パッチンですね。こういうふうにね。はい。まあこっちが下で、本当はこう曲がってるともっと面白いんだけど、はい、そういうふうにして作ったのがこれ。根っこがくれぐれこう、ほら、右が根を利用して作るとこういうふうには、あ、自然な本当に根を使った樹形になってますね、うんうん、こういうふうになるわけね。はい、だから今の根っこみたいのをうまくやるとこういうのができるわけ。はい、腱鞘炎とかお兄さん植え替えたりしてると、ん、腕とか痛くなりませんか。なるわ、なるね。あまりやりすぎるとね。小さいね、盆栽がたくさんあるから、本当植え替えも数こなしていかないとダメですもんね。この後ブラシを使って、で、例えばこれね、これ根っこがあるでしょ。はい。これこのまま一つ、これ太くなっちゃうと粘りにならないから、はい、ここに粘りがあるでしょ。あ、ありますね。だからこれを外すのね。はい。だいたい粘りがこういうふうに出てくるわけだ。ああ、ね、出てきてますね。で、粘りっていうのは植え替えのたんびに出していかないと一気にはなかなか出ないから、植え替えのたんびに出すようにね。はい、
さあ、この後ブラシを使って、で、例えばこれね、これ根っこがあるでしょ。はい。これこのまま一つこれ太くなっちゃうと粘りに何出していかないと一気にはなかなか出ないから植え替えのたんびに出すようにね。はい。今年はすごい暑かったですもんね。雨降るとほっとする。うん、やっぱ太い根は結構切った方が、うん、そうね、強くなっちゃいますもんね。だってこういう感じね。はい。で、はい、どれがいいか合わせるか。はい。どれがあんまりないんだよな。違うな。ないですか？このぐらい鉢あんまり変わらないからね。ああ。お客さんが来ると鉢分けてくれますかって持ってくからさ。もうお兄さんち鉢屋さんにもなってるんですね。鉢屋さんにもなってるんですね。こんなに鉢あるとこないじゃないの、鉢屋さん行ったって。あ、そうですよね。お兄さんはね、1個についても 2,3 個用意した方がいいって基本ですもんね。じゃあこれで、はい、絵付け台つって。あ、それを今盆栽にお兄さんは使ってらっしゃるんですか？うん、いや昔やってたからは。あ、そうですよね。うん、だから。それは人目がある上のあたりで枝を切る。うん、まあもう一回鉢がどれにするかによってまた多少切るかもわかんないからね。はい。これにするか。するか。これにするか。どれにするか。あ、さ、最後の水色も素敵ですよね。これにするか。あ、濃い色もいいですね。これに、これでちょっとちっちゃいと思う。あ、そうですね。ね、これにするか。ただね、はい、これだと赤い花が咲いた時ちょっと同系色になっちゃうから。生えないですね。うん、だからこれもそうね、こうやって入れるとこれがほら赤系だからあんまりね。そうですね、うん、花が咲いた時が一番の見頃なんだから、はい、花が咲いた時のことを考えて植えた方がいいと思う。だからむしろこういう感じの方が、あ、いいですね。ここに赤い花が咲くんですもんね。うん、一番の魅力的なところを、だから水が大変という人はちょっとこう大きな鉢やね、はい、こう入れるとかね。
で元の鉢はこれだから、ほら。ああ、ちょっと深い感じなんですね。うん、だからどれにしたらいいですか？あ、それも映えますね。赤い花が咲いた時に。うん、だから鉢合わせっていうのはそういう面白さがあるから。はい。今一つこれだとね。はい。水はけがいい斜めになってるでしょ。はい。だから水はけがいいからこれだとちょっと水が大変なわけ。ああ、そういう形だと水はけが良すぎちゃうんですね。そうそうそう。だからこれも同じですね。はい。今は感じがいいけど、今度管理のこと考えるとね。じゃあ管理だとやっぱり丸の形の鉢の方がいいんですか？これはこの曲線の柔らかさで見る木だから。はい。四角い鉢だと映らない。例えばこういう鉢植えたらどう？丸の方が映りがいいでしょ。そうですね。これは樹形によってってことですかね。そう、樹形によって鉢が、だから鉢が合わせられるようになったら大体一人前だと思って。ほら、これ小判でしょ。はい。ほら、どう？描くよりはいいけど、丸よりはちょっとあるでしょ。ね、だからそういうふうに面白さ、植え替えの面白さっていうのはそういうところにあるわけ。じゃあ本当に引き出せる、本当に鉢を見つけるってことの楽しさもありますね。だから黄色だと赤い花が咲いた時に。ああ、いいですね。ね。そういうふうに自分のこの好みだから、はい、俺は形でこれが同じ色、花が咲いた時と同じような色だけどこれがいいやって人いるわけね。そう、一段とその色だと花がね、映えますよね。で、例えばね、はい、今こう行ってこう行ってこう行ってこう曲がってるよね。はい。ここでこれを取ってしまって、はい、こういうふうな感じもできるわけね。素敵ですね。それから逆にこれを立ってるのを取ってしまってこういう感じ。ああ、悩みますね。でも最初の方が私は好きかもしれないですね。だからそれはもう好き好きで、はい、今もこのままの方がいいって人もいるだろうし、ああ、確かにそうですね。これを取ってしまった方がいいって人もいるだろうし、逆にこれを取ってしまった方がいいって人もいる。あ、締まりますね。小さくなりますね。うん、だからそこはどういうふうにやるかね。それはもうその人の主観のせいだ。反対側もまたいいですね。こうね。はい。で、今現在はこれが芯になってこれが枝になってくるわけね。はい。だけど今度背の大きさとかそういうのを考えると、そうですね。だからそこをどういうふうにするか判断がね。はい。悩みますね、この樹形を決める、うん、だからそれが面白いなんで。ああ、そうですね。で、それがその人のセンスなんだよね。うん、個性的ですよね、その後ろを使うのも。私は、はい、こういうふうにした方が流れがね、この曲がりの流れがね、うん、
なんか生かされますね、うん、さっきより。で、これも取っちゃう。これをもっと短く、これも短く。あー、結構本当にそのメインのところのところがすごく生かされた樹形になってますね、うん、だからそういう風になってくると、今度この鉢でも打つ、そんな小さくなる。あー、ちっちゃくなりましたね。だからさっきの一番最初にやったこれだと、今度鉢が大きくなっちゃう。枝を切ると あ、そうです ね。枝を本当に剪定するだけで鉢のサイズも変わりますね、うん、そう。だから最初からどれにするか決めないで、うん、やっぱりそういうふうにね、自分の曲がり形を整えてから。だから最初に長めに切ったでしょ、私が。あ、そうですね、はい、切りましたね。でそれで今度は形を見ながら今度決めていくということになりますね。これならどっちからでも見れるでしょ。そうですね、表裏関係なく、うん、ね、はい、こういうね。わ、面白いですね。ちょっと これは丸い鉢だったらどっちからでも見れるわけだ。うん、ところが小判とか長方に入れちゃうともう決まっちゃうから。あ、生かされますね。で今度植えてみますから。はい。